エンジンオイルはもう昔からずっと、もうどの10年ぐらいですかね、スピードマスターですね、はい、だいたいレーシンググレードで 5W50 ですね。 GDB は？ GDB も同じですね。あ、同じ 5の50 ですね。オイルはお店の人に相談をして、あの推薦してもらったものを実際に入れて納得をしたらそれを使うようにしています。バーニングは135に入れてます。120度超えたらちょっともうやめとこうかなと。今3000キロで交換してます。半年に一遍ですね、うん、だいたいサーキット走行3回に1回。スポーツドライビングラボ、今回はオイルの話です。皆さんはどうやってオイルを選んでますか？あと交換サイクル迷いますよね。油温のワーニングは何度に設定してますか？オイルを変えて、おお、なんか全然違うっていう経験はありますか？まあ今までね、いいオイルいろいろあったんですけども、なんとガズレーシングのオイルっていうのが出て、まあ純正トヨタが発売しているオイルなんですけども、それがね、すごい軽いです。ちょっとびっくりしたんで、その謎に迫ってみたいと思います。というわけでトヨタ本社にやってまいりました。行ってきます。お邪魔します。こんにちは。緊張しますね。オイルの勉強をいろいろさせていただこうと思って来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。GR ということで、あのきっと大井さんもご存知だと思いますけれども、あのレースで鍛えられたそういうあの技術を織り込んだ、そういうあの市販車がすでにあのいくつかの車で出ております。そういった中でですね、やはりアフターで車をこう買われた後もお客様がそういうあのレースの技術が注ぎ込まれた、そういうまあオイルのような、そういったものをあの使っていただいて、よりカーライフとか、あるいは車を使ってこうより楽しんで走っていただくような、そういう商品をぜひお届けしたいということで、あの発売をさせていただきました。言葉を選ばないと、メーカー系のオイルってなんかちょっと腰が引けてるというか、まあ、安心ではあるんだけど、そのモータースポーツで勝負に使うっていうイメージはあまりなかったんですけど、あの一体どんなところに作らせているっていうか、カンカンはあの GR と書いてあっても中身は別のところのメーカーさんの商品でしょって言われることも多いんですけども、実は自前で開発をして、そして世に送り出しています。今日はあの来ているメンバーがですね、実際にこの商品の中身をですね、開発をしたあのメンバーが来ておりますので、あのぜひあのいろいろとお話をさせていただきたいなと思っております。実はの私、エンジン設計部の方に所属してエンジンオイルの開発担当しています。この話が最初にあった時に、好きなオイル作っていいよと言われたんですね。まあ、でもサラリーマンですから、好きなオイル作っていいって言われたって、やっぱり何かあるんでしょ？でも思いますよね。本当に作っていいって言われたんですよ。で、まあ、もう一人材料技術の山森、こちらにいますけれども、で、実は二人組で、まあ、エンジンオイルいろいろ作ってるんですけど、今回はもう最大限割り乗りして作らせていただきました。今回ですね、これあの GR オイルの特にあのフリクションの、はい、あのすごく避けてますので、そこを体感できるというものになります。ここの中にこれを回すと、こういうリングがくるくる回るようになっています。リング回るとこれ、はい、あ、ちょっと熱いので気をつけてください、はい、で、これをこの上側にこのブロックがあってですね、ここですね、ここが、はい、でこれを上から押し付けると、でこれを大体1キロぐらいですね、はい、これを重りをで荷重をかけて、でその金属同士が触れた状態で片側がこうやってぐるぐる回っていると。そうですね。まずはですね、ちょっと回していただいて、うん、これを、はい、これをですね、この矢印の方向に向けてくるくるっと回していただきます、はい、このイメージをまず1回思っていただいて、はい、でその後これが GR のオイルの方なんですけど、軽い、これプラスチックだったりしないですか？これだったら、あの何だったらこれを変えても大丈夫ですけど、はい、だいたい2ぐらいなので、まあ、6と2でだいたい3分の1ぐらい摩擦の力が下がっている。要するに同じ力で押し付けられている状態で、はい、こんだけ軽く回りますよね。そうですね。答えカムシャフトの気持ちになります。カムシャフト、この
カムシャフト朝のエンジンをかけた時はこんな感じ、こんなに重たいんですね。これ一応他社品の 0W20 の同じ粘土グレードですね、はい。まあ、こんなもんじゃないですかって感じなんです。そうですね。でそれに対してサーキットの GR の 0W20 朝のクランキングも楽チンって感じです。すごい違うね。そうですね。本当に同じなんですかってぐらい違います、ね、そうですね、よく言われます。が本当なんです。本当に同じものを使っています。これちょっと2人このどちらかが GR オイル、どちらか他社品で、が今、まあ、ほぼ今常温ぐらい20度ぐらいになってますけど、なんか差がどちらがどちらか分かりますか。違うでしょ。違うね。ん、反対。ちょっと手がどっちも跳ねる。うん、これ多分ね、分かんなくなった。分からなくなる。こっちが GR だ。正解ですか。正解です。いや、ちょっとさっきあの微妙な違いだったかもしれませんが、あの重いんで、GR オイルのが軽いんで、軽いですね。実はあの 0W20 じゃないとかそういうわけではないですね。そういうわけじゃなくて、はい、その差が出てる。そうですね。どちらも 0W20 なんだけどこう差が出ますと、はい、ショップでおすすめを入れてます。まずは使ったことのある人のおすすめ、うんうん、で信頼のおけるメーカーで、あとは自分の車に合った粘土、ミンカラとか SNS とか。なるほど。どうやってやるの。似たような感じですかね。まずはメーカー指定の粘土で選んで、あとは評判とかいろいろと噂とかですね、はいはいはい、それでまあブランドを選ぶという形になってますね。自動車メーカー、エンジンメーカーがエンジンを設計するっていう時はエンジンオイルも部品の一つだと思って設計するので、その粘土グレードのことを、粘土のこともちゃんと頭に入れて設計してるんですよ。でそれに合わせて例えばオイルポンプの性能を決めたり、いろんな潤滑部位のクリアランス決めたりってことをするので、なので推奨の粘土がまあ一番合ってるっていうことは言えますね。もちろんそれは市場でいろんなオイルをお客様入れられますので、ある範囲は対応するようにしてますので、なので同じマニュアルを見ていただくと、まあ、複数の粘土グレードが使用可能っていうことでは書いてはあるんですよ。ただまあ例えば 10W とかそういったオイルは低温の性能が悪いので、すごく寒いところで使っていただくのには適しませんし、もともとそういう、まあ、あの気候条件に対応するために 0W とか 5W っていう粘土のオイルが作られてますし、でいろんな温度範囲で快適に使えるようにワイドレンジのオイルが使われているということになりますね。じゃあ別にあの寒いところに住んでなければ、うん、そんなにあのワイドのものを使わなくてもいいっていう、うん、ただあの 0W20 とか、うん、そういうオイルって燃費もいいですし、あでやっぱり乗っててとても軽快に走れますので、うん、そういう意味で選んでいただいてもいいと思います。初めてなんですけど、サーキット行くぞって話になったもんで、おうおう、多少硬いやつがいいかな。なるほど、なるほど。サーキットとかを走るとなると、そんなに 0W20 とかってその柔らかいオイルを使って問題ないのかって、多分この映像を見てる方は結構思われる方がいらっしゃると思うんですけど、それは別に NA でその取扱説明書に最初に 0W20 推奨の車なら、サーキット走る時もこの GR オイルの0W20 入れたら別に問題はないと、はい、また問題ないと、ね、まあ、これはあのそれぞれの自動車メーカーの考え方だと思いますけれども、我々の場合はその性能の範囲では保証できるように耐久試験もしてますので、実際の耐久試験をするときには最高回転数の最大出力で連続運転して試験します。だからそこでずっと使っててもちゃんと壊れないように設計してあります。これエンジンオイルの粘土設計ということで書いてありますけれども、横軸に温度、縦軸に導粘土って呼ばれる粘土の値を取ってます。で導粘土って40度と100度で測る規格があって、でこれはまあそれを結んだグラフになってるんですけれども、例えば一般的な 0W20 ですね、それはこの黒い線のような粘土になってます。100度がまあ10よりちょっと低いぐらいで、40度はまあ
40から50の間ぐらいですね。これ一般的です。でこの黄色い線ですね、これは、まあ、トヨタ純正の 0W20 のオイルなんですけれども、そうするとこの40度の粘土の方が、まあ、35、6ぐらいになっているのが分かると思うんですけれども、ということは、まあ、中温域低温域の粘土が下がっているので、普段使いするところの抵抗が減って、まあ、燃費が良くなるオイルになっていることが分かります。で今回のサーキットの020っていうのはさらにそれより粘土を下げていて、実はまあ一般的な020から比べると4割ぐらい低い方の粘土が低い温度の粘度が下がってるんですね。でそうするとエンジン冷えてる状態から乗っていただいてもすぐにやっぱり軽やかに回りますし、それがあのペットボトルが入ってるジャブジャブしちゃう、そうですね、その違いになります。でこの温度が変わった時の粘度の変化のしにくさを表したのが粘度指数、まあ、英語で言うとビスコシティインデックスっていうんですけれども、これが高い方がその変化が小さいっていうことになるんですね。なので一般的な020っていう商品だと170から180ぐらいが普通なんですけど、そうですね、でトヨタの純正の場合はそれが200を超える数字、サーキットに至ってはまあ300を軽く超えると。で多分量産の製品で300を超えるのは今回発売したこの2種類だけだと思います。で見ていただいて分かるように030の方は100度は10ちょっとあるんですけれども、でこれが40度になると実はもともとの省燃費の純正の020より低いんですよ。だから30番のオイルとしては破格に粘土質が高いので、30番なんですけれどやっぱり下も軽やかに回ると。今まで抱いてたイメージは、はい、硬いオイル入れないと上がった時にこの辺に来るイメージだった。だからここを上げたいから硬いオイルここに入れるぞっていうイメージでいたんですけど、そうですね、 10W50 なんかは下も上も硬いので、まあ、こういう風になってるわけですよね。でもそれがオイルがいろんなオイルありますけど悪いタイプになるとこうなっちゃう、これを下回っちゃう場合もあるってことなんですよね。そうです、あまり良くない、こっちが硬くても温まるとシャバシャバになっちゃうっていう。シングルグレードのオイルなんかは粘土質が100ぐらいしかないので急激に変化しちゃいます。大井さんのポロシーですよ、うん、20番とか30番っていう粘土グレードは100度の温度での粘土なんですよ、うんうん、だから50番の粘土ってこの辺に来るんですよね、はいはい、だから30番のオイルの2倍ぐらいあるんですよ。だから下にどんどんいちゃうというよりはこっち側がやたらに硬いとか、下も上も硬い、うん、だからあの上の粘土を硬くするのに重くしてるんですけど、そうすると下の方もとてつもなく硬くなるので、うんうん、冬になると指導性が高くなって大変ですよね、うん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 、だから冬に対応した粘土グレードとして 0W の W、 ウィンターの W ですね、うん、そういう粘土グレードができました。冬入んなくなっちゃうミッションオイルと冬でも大丈夫なミッションオイルっていうのはこれが効いてるってことなんですか。例えば 75W90 ってミッションにも書いてあるじゃないですか、うん、あれも SA で決めている粘土グレードのことなんですよ、うんうんうん、なのであの数字が離れているのはレンジが広い、要は温度が変化しても粘土が変化しにくいということなので、うん、寒い時にも使いやすい。レンジが広ければ広いほど耐久性が弱いとか、 なんかデメリットがありそうな風に感じちゃうんですけど、それはもうケースバイケースですね。どういう風に設計してるかによっても大きく変わるので、うん、でも結局ミッションオイルにもこの粘土指数はあるわけですよね。そうですね、ミッションとか例えばオートマチックトランスミッションとか、うん、そういったものは、潤滑するっていう意味での粘土も必要なんですけれども、それともう一つはその摩擦材が中に入っていて制御してますので摩擦係数も大事なんですよ。でそうすると低ければいいってことじゃなくって正しい摩擦係数になっていないと正しく動作してくれないので、そういったことも考えてトランスミッションのオイルは作られています。トヨタ純正オイル安いけどすげえいいんだぜっていう噂も聞いたんですけど。そうですね、たくさん量産している製品って、そのたくさんまとめて作ることで安く作れるっていう面もあるじゃないですか。だから純正を安かろう悪かろうっていうふうに、まあ、悪口言われる方がいらっしゃるのは、うん、我々も存じ上げてますけれども、うん、ことあの純正に関してはちゃんとしたテストをしてますし、省燃費性の性能を伸ばして作っているものではありますので、そういった意味ではとてもクオリティの高いものになってます。でそれとですね 0W20 っていう粘土グレード、これをまあ実現するためだけでも実はすごく品質の高いベースオイルとか材料を使わないといけないので、まあ、そういうオイルが低品質っていうことはもうありえないですよね。
予選はこれでいったらタイムが出るっていうのがあるらしいんですけど、予選だけっていうのは実際にあるもんなんですか。まあ、86レースであるかどうかは分かりませんけれども、うん、結局予選とか本戦とか、例えばラリーなんかは特に暑いところか寒いところかで車のセッティングも全く変わりますよね。それと同じでオイルを使い分けるっていうのは普通にされてるんじゃないかと思いますよ。私これでも25年オイルの仕事やってるんで、なんとなくこんなオイルが欲しいって言われると作れないことはないですけど、まあ、ただそのイメージが合ってるかどうかはまあ実際走って評価してみてですよね。だからこのオイル作る時も、例えば会社の中でも何十人っていう人に実際に乗り比べてもらって、ちゃんと乗って体感できるかっていうのも確認しましたし、当然その車内にいるテストドライバーに乗ってもらったりとか、そういったことも実際にやってます。っていうのはいくら数字上いいよいいよって言ってもやっぱり体感できないと面白くないじゃないですか。だからそういったところも大事にして開発してます。サーキットでもテストされてるってことですね。うん、まあテスト走行としては、まあ、誰がどこでっていうのはちょっと申し上げられないんですけど、このオイル、まあそれなりのお値段するんですけれども、その価格以上のもちろんいい材料を使ってますし、そうやって開発しているので、まあ一度遊んでいただくといいと思います。オイルの効果の目安はサーキット走行2回、普段行かないときは3キロから3000キロの間で様子を見て帰ります。基本3000から4000なんですけど、サーキットに行くときは3回に1回ぐらい。昔は3000キロから5000キロ、うん、新車は1000キロで交換して3000キロから5000キロしたら交換すると、うん、1万キロ買えない人ってなんかもうあの車をいじめてる的なね、うん、風にしか言われてなかった時代があるんですけど、うん、今は新車点検1000キロでも買えなくて大丈夫、うん、その後は2万5000キロでしたっけ、あの結構そのぐらい2万キロから2万5000キロ、欧州メーカーなんかは、はい、あれはですねよく見ると、うん、最長2年最長3万キロって書いてあると思うんですよ。でしかもあの指定の規格のオイルを使った場合の話で、うんうん、何でもいいっていうことは書いてないと思います。あ、なるほどなるほど。あのそれだけエンジンの技術も進んでますし、オイルの技術も進んでいるので、うん、ちゃんと管理をした場合はっていう制限がつきますよね。新車で1000キロで交換しないでそのまま行っちゃってっていうのは本当に大丈夫なんですか。それは大丈夫ですね。っていうのはオイルフィルターがついてるじゃないですか。フィルターの性能は上がったってことですか。まあ、もともとフィルターはちゃんとしたものが昔からついていて、うん、まあ、あの1000キロで変える気にされる向きっていうのは、例えばエンジンのその中にこう微妙なあの微小な機械加工のバリとか、うん、そういったものが残っていて、はい、それが出てくるからっていうことを気にされてると思うんですよね、うんうん、でもそれはまあオイルフィルターがちゃんと取ってくれますので、うん、必ずしも1000キロで変える絶対変えなきゃならないってものではないです。ただまあ、 あのやっぱり愛車って名前を付けるのは日本だけですので、うんうん、そういう意味で、まあ、予防的に少し早めにメンテナンスするっていうことをしてはいけないってわけじゃないんですよ、うん、ただまあバランスですよね。あのそんなに無駄にすることもないですし、かといってあのむやみやたらに長く使い続けることがいいとも限らないので、コーティング剤とかそういうのもあるから、うん、それはあの、金属の場合とかはもちろんフィルターで取れるけども、うん、そういうのが溶け出すとオイルが少し変異をしてくる可能性があるっていうような話も聞いたことあるんですけど、今使われている材料っていうのは、うん、オイルの中に使っていても大丈夫なように作られているので、それでトラブルが起きるっていうことはまあちょっと考えられないですね。オイルを作ってる方々からすると、うん、あのまあ、最長はそうだけど、うん、まあ、このぐらいで変えてくればいいんじゃないのっていうのが、実際 GR オイルは何万キロぐらいで、もちろんまた走行条件っていうのはもちろんあるんですけど、うん、そうですね、020の方は NA 専用にしたりそういった、まあ、性能にしているので5000キロ以内が目安ですね、一般走行 でツーリングの030の方は、まあ、一般の純正と同じ1年1万5000キロっていうのが目安になります。当然サーキット走行ですとかすごく厳しい使われ方をする場合にはそれに応じて適切なメンテナンスをしていただくっていうのが前提ですけどね。何と言うか、125でセットです。125で、はい、ただ、
そうですね、スポーツ走行ぐらいだったら、110度ちょっとぐらいで、120まで上がることないですね、ちゃんとクーリング取ってあげて。温度上限は今120度に行ったら気をつけなきゃいけないと思っています。でもでっかいオイルクーラー積んでるので、このぐらいの季節に連続10周走行しても100度以下です。130です。130、はい、で何度超えたらもうやめ、アタック中でもやめるみたいなのあるんですか？120度超えたらちょっともうやめとこうかなと、クーリング入れようかなと思います。ワーニングは135に入れてます。はいはい、なんで130ぐらいは挙動用かなとは思ってるんですけど、うん、110度超えたらもう使えないみたいな話聞くのでまあ一応あまり詳しくないんですけど、うんうんうん、130度ちょっとでも超えたらオイルがダメになっちゃうかって、そういうことはなくって、うん、例えば粘土グレードの20番とか30番っていう、はい、分類をするのに使われている粘土の測り方って2種類あって、うん、1つは100度で測るんですけど、もう1つは150度で測るんですよ。お、130度で分解しちゃうんだったら150度で測れないでしょ、うんうんうん、だからまあそういうふうに言われてますけど、それもね昔々からいろんな自動車メーカーがいろんな研究をする中で、うんうん、まあ、エンジンオイルが一番快適に機能する温度って80度から130度ぐらいだよねっていう、まあ、そういう感覚はあるんですよ。だからまあ130っていう数字がちょっと一人歩きしてるところありますよね。ショートトリップって言いますけども、短い距離、まあ、暖気が終わらないうちに止めちゃうような短い距離をただひたすら繰り返すとか、すごく燃費の悪い運転するとか、そういうことをするとオイルが傷むのは早くなりますね、うん、過酷なサーキット走行ではなく、ええ、普段使いでもっていうのは、エンジン冷えてる状態から運転すると、うん、まあ、ガソリン燃やすと、まあ、水と二酸化炭素が出ますよね、うん、C と H の塊なん で、うん、でその水分の一部がエンジンオイルの中に入るんですよ、一時的に、うん、でもちろん温まっちゃえば出ていくんですけど、はい、まあ、水と油なんであんまり仲良くはないんですよね、うんうんうん。油温を測るのってオイルフィルターの周りなんかにアダプターをつけて後付けでメーターつけられたりしますよね。あれメインギャラリー油温っていう我々が言う油温に近いんですよね。オイルポンプがストレーナーを通じてオイルパンからオイルを吸い上げてフィルターでこうして押してくれてますよね。その温度なんですよ。でそれが時空系に回っていってメタルを潤滑するんですけども、そこはすごく薄い油膜ですごい速いスピードで回ってますから、それも抵抗があるんでそこで発熱するんですよね。そうすると時空系の周りってイオンよりも少し高い温度で潤滑してるんですよ。だからあんまり高くなりすぎると油膜が薄くなりすぎてメタルが接触したりとか、そういったことで損傷が起こる可能性があるので、そういう意味ではイオン管理が必要になります。プラス何度ぐらいになってるとかっていうのは大体あるんですか？それはまああんまり詳しいことは言えませんけど、ただ150度っていう温度でそういう高温高線断面度っていう測り方で、そういうところを模して測っているところから、まあ、ご想像いただくと大体そのぐらいの温度で設計してるんだなっていうところですね。オイル自体は、実際にその熱で分解するとか変質する温度っていうのは短時間だと300度超えるような温度になるんですよ。でもそれより低い温度でも実際はターボチャージャーのコーギングって起こるんですよね。でなんでかっていうと、ガソリンを燃やして走ってるガソリンエンジンの場合は燃料が全部 100% きれいに燃えるわけじゃなくて、ごくわずかなんですけど燃え残りができちゃうんですね、その仕組み上。でそれがたくさん溜まっていくとだんだん重合して黒い化合物に変わっていくんですよ。劣化したオイルって黒っぽい色をしてるじゃないですか、焦げ茶色のような、はい、色のもとはもともとは燃料の劣化物なんです。そんなもんですから熱にとっても弱くて200度にいかなくても硬いカーボンみたいに変質しちゃうんですよ。それがターボチャージャーの中で蒸し焼きになると軸受けがコーキングしたりします。僕のようなサーキットを走ってる人間は一度サーキット走る前にオイル交換をして一回走りました、もう130度超えました、次サーキット行くのに変えようかな、交換しようかなって思うんですけど、一度ドンと上がって下がって常温になります。でまた上がって下がって、もう性能がドンと下がる、それが一番なんかオイルを劣化するものだと思ってるんですけど、そうじゃないってことなんですね。普通に使ってる時にオイル劣化黒っぽくなってくるっていうのは今説明したような仕組みです、うんうん、でサーキットで使われる場合っていうのは、また違うと思うんですけども、例えば燃料希釈
これも粘度を下げる大きな要素なんですよ。でサーキット全開走行したら、まあ、ストイキ、まあ、空気と燃料がぴったり燃える比率ではなくって、いろんな部品を守るのに少しガソリンを多めに噴射したりしますよね。なのでそういう運転の仕方をしても温度は高いのに燃料希釈しちゃうんですよ。そういった要素もあって粘度も下がったりしますので、一概に言えることではないんですけどね。よくあの温度が上がって下がった時に一気に、酸化が進むっていう話を聞いたことあるけど、そんなことは全然ない。酸化劣化って化学反応なので、温度が高い方が早く進行します。だから冷えてる方が進むっていうことではないです。その冷えていくところでっていうことではないですね。やっぱり高い温度がやっぱり一番攻撃性が高い、ね、エンジンの中で回ってる時って高い温度にもなりますし、あと攪拌されて少し泡も立ちますよね。でその方が空気にたくさん触れているので、そういう状態の方は酸化が進みます。さっきの燃料が、吹き抜けですよね。その燃焼室からピストンの下に吹き抜けじゃないんです。燃焼室の壁の上ってオイルで濡れてるでしょ、ボワって振動があって潤滑してなきゃ焼き付きますよね。その薄い膜の中にいろんなものが溶けちゃうんですよ。それを溶け込んでっちゃうんですね。それが少しずつ戻っていくので、じゃあ例えば高圧縮にするのがダメとか、下級圧をどんどん上げるとどんどんガソリンが入るってわけじゃない。そういうわけじゃないですね。ブロバイガスは増えますけども、そういう、まあ、下級したら増えますけど、それがなくても普通の NA のエンジンを普通に運転しててもちょっとずつ入ります。そうやってオイル汚れてきます。だからもちろん定期的なメンテナンスが必要なのはそういうことです。だからオイルばっかり良くしても限界があります。エンジンの一番低いところにあるのがまあオイルパンですよね。オイルが溜まるところ、はい、でそこからストネーラーを通じてここにあるオイルポンプでオイルを汲み上げるんですね。でこのエンジン、まあ、最新のエンジンなんですけれども、可変式のオイルポンプといいまして、エンジンの回転数が上がるとオイルポンプって普通速く回るのでたくさん油も押し出しますし圧力も上がってくるんですけど、ある程度以上になると無駄になっちゃうんですよ。なのでそういう無駄のあるところではオイルポンプが汲み上げる量を少し減らしてやって、で必要十分な量だけ流すことで無駄な仕事をしないようにしてます。まあ、このエンジン、トヨタでいう TNGA って言ってる最新の世代のエンジン で、はい、でいろんな要素をまあ共通設計して、ね、最適化するっていうコンセプトで作ってるんですね。まあ、例えば一つは、ボアストローク比をあえて長く取ってロングストロークにしてます。でそういったまあ基本の設計コンセプトっていうのを今までいろんなエンジンを開発する中で培った技術の集大成として作ってます。で例えば、まあ、このエンジンシリーズでいうとインジェクターがこれ各気筒に2つついてるんですよね、はい、いわゆるポート噴射の噴射のインジェクターと直噴っていって燃焼室の中に直接燃料を噴射する、この2つのインジェクターが見えると思うんですけれども2つついてます。でこれをその時々に最適になるように噴射を分けることによって良い燃焼を作り出してます。でそれと高タンブルポートって書いてありますけれども、ここのところすごい狭いところに大きなインテクバルブついてますよね。もうほとんど肉厚がないような、これ実はレーダークラッドバルブシートって言ってアルミのヘッドに直接バルブシートを打ち込むんじゃなくってバルブシートを直接溶かしてくっつけてます。へー、あのまあ粉末の金属の材料ですね、それをつけてます。でそうすることによって余分な肉を取ることで非常に性能の高いポートを作ることができるので大変に速い燃焼を実現して、それこそまるでレーシングエンジンのように高速で良い燃焼をしています。そのおかげで非常に高い熱効率を実現して燃費も良くなるし性能も良くなると。エンジンなんてもう10年も前にやり尽くしたんじゃないのって思われている方もいらっしゃるかもしれませんけども、自動車メーカーの中ではそうやって日々研究を重ねていて、まあ、ハイブリッド、EV、いろんな車が出てきてますけど、内燃機関もまだまだ元気にそういった開発は続けてます。オイルポンプが溜まってるオイルを吸ってまずストレーナーが入るんですか。そうですね、オイルフィルター、ね、はい、オイルフィルターでボビーなんかあった場合は取ってくれます。でそこからクランクに行くんですか。そうですね、メインギャラリーを通じてクランクのベアリング、それからコンロッドのベアリング、そういったところを潤滑します。ちょうどあのここについてる温度計とか油圧計はよく後付けはなるじゃないか、ね、
そこはじゃあクランクの行く前を見てるってことですね。一番元に近いところの圧力と温度を見てます。だから理屈には合ってるところをちゃんと測れてるわけですね。例えばここで3キロあります、はい、っていうことは下門はもっと低くなってる。そうですね。そんな圧力で出しちゃうとすごい勢いで噴射しちゃいますので、油圧が必要なところっていうと、そこそこピストン冷やすとかその辺の圧ですかね。そうですね。ここにあのピストンジェットがありますけれども、はい、ここはまあジェットを吹き出し噴射して、でピストンの裏に当てるのにある程度の圧力がいるの で一方でここに VVT っていう部品がついてますけれども、これも油圧で動いているのである程度の圧力が必要になります。で逆にクランクとかコンロッドの、まあ、メタルって言ってますけども、軸受けで、これは実はオイルポンプが組んだ圧力で潤滑しているわけじゃなくって、軸受けってこう滑るときに自分で油圧を作るんですよ。この圧力っていうのは実は燃焼したときの圧力ものすごく大きいので、オイルポンプが作るような油圧じゃ足りないですよね。だから早くこう回転するときに自分でこう油圧を作るんですよ。だから滑り軸受けっていうのはそうやって自分で圧力を作り出して浮いてます。だから軸受けのところにはまあ燃焼で高い圧力もかかりますけれども、そうやってすごいスピードで回転してますから、そこでも発熱するんですよ、抵抗があるので。で実はその発熱がオイルを温めます。気温が高めだから固いオイル入れようとか、そういうとどん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 上がっていく方向になっちゃったりとか。そうですね。もし例えば 5W30 を使ってました。で、なんとなく油温が高いな、心配だなと思って 10W50 入れると、多分油温は上がっちゃうと思います。もしエンジンが正しく作動していれば、何かおかしくて温度が上がっている場合は、これはオイル変えてもしょうがないと思うので。で、それが要は余分な仕事になるので、粘度の高いオイル、高すぎるオイル入れると燃費が悪くなったりするんですよね。あとパワーも落ちちゃいます。だから高ければいいっていうものではなくて、適度にそのエンジンに合った粘土を使うっていうのが大事になりますね。まあ何十年もエンジン設計して作ってる会社なのでいろんなことを考えて作ってるんですよ。そういう方たちが作ってるオイルってことですね、うん、まあそうも言えますね。レーシングで勝つのに1秒早くても 0.1 秒早くても 0.01 秒早くても早かったら勝ちなわけでしょ。そうするとやっぱりエンジンがよりパワーが出て、より速く走れる方が嬉しいですよね。でそれはやっぱりフリクションを減らすっていうことなので、エンジンが守れる範囲 でそれは省燃費性を追求するのと実はそんなに変わらないんですよ。だから我々あの自動車メーカー量産車では燃費を良くする努力っていうのを何十年も続けてるんですけれども、そういった技術は実はあのレースの場でも生きるんですよね。逆にレースの場で培ったような技術も量産車にも生きるっていうことなんですよ。だからレースで鍛えるっていうのは単にコマーシャルの話ではなくって、本当の意味でそういうことをしています。あんまり噂は走んないんですけどっていう人にとって GR オイルを入れるメリットっていうのは実際あるんですか？車の趣味ってそのやっぱり普段、はい、どれだけ楽しく車に乗れるかっていうところだと思うんですよね。でそういう意味で耐久性がもちろん最低限必要になるんですけど、まあ、摩擦を下げるのにそういったいい添加剤を普通のオイルよりたくさん入れてますので、ふとした瞬間に車が思うようにスッと動くっていうのがやっぱり運転する楽しさになると思うんですよ。なので本格的にサーキット走られる方にもおすすめできるんですけれども、それをストリートで普通の車で乗られる時にもやっぱりそういう軽さっていうのが思うように気持ちよく動くっていうことにつながるので、はい、そういう意味では十分楽しんでいただけると思います。